はい、今回も前回に引き続きパスワードプロシモについて勉強していきたいと思います。前回の動画を見ていない方はまず前回の動画を見て今回の動画を見てください。前回の動画で勉強した内容をささっとおさらいしていきたいと思います。まず最初にパスワードプロシモはいつ使うということと、パスワードプロシモの組み立て方、文法について、そしてこの過去分詞、この過去分詞の活用形について勉強していきました。そして今回の動画のメインとなるのがこの文法のこの部分、エッセレかアベレどちらを使うかということをの選び方について勉強していきたいと思います。それに合わせて否定文の作り方、ここは簡単なのですごい終わると思います。そして、動画が あまり長くならないようであれば練習問題の10問も合わせてしていこうと思います。前回の動画での勉強したことのおさらいです。パサトプロセモは一番よく使う、一番イタリア語でよく使う過去形になります。実際に起こったことですでに終了していること、日本語に訳すと何々したという形になる文法がパサトプロセモになります。パサトプロセモの使い方、作り方について、動詞のアベレ、エッセレプラス過去分詞になります。皆さんももちろんご存知の通り、イタリア語では主語によって動詞の形も変わるので、アベレとエッセレの活用の形についてはしっかり覚えておいてください。そしてこの次に勉強したのが過去分詞の活用について、イタリア語ではイタリア語の動詞の原型のことを不定詞と呼びます。その不定詞から過去分詞の活用方法について勉強しました。活用の種類には規則動詞、不規則動詞があって、規則動詞の場合は、不定詞の語尾のアーレ、エーレ、イーレが変わっていきます。アーレの場合はアート、エーレの場合はウート、イーレの場合はイートに変わります。そしてこの不規則動詞の場合は、単純に覚えるのみです。ここのポイントは、不定詞の語尾がエーレやイーレの形の動詞にこの不規則動詞というのが多いということと、あとは語尾がソやトに変わることです。そして今回のメインテーマ、エッセレを使うかアベレを使うか、イタリア語でも日本語でも動詞っていうのはもう無数にあって、一つずつ覚えるのは不可能に近いので、私が覚えた方法は、教科書に書いてあったのは大体の動詞にはアベーレを使うそうなので、まずエッセレを使う場合の動詞についてやルールについて先に覚えて、それ以外はアベーレというふうに覚えておいた方が簡単かもしれません。なのでまずエッセレを使う場合のルールについて先に勉強していこうと思います。エッセレを使う場合の動詞、まずは変化を表す動詞や生きる死ぬに関わる動詞についてです。例えば、クレッシェレ、成長する、これは自分が変化する、その主語になる人が変化するということを表す動詞なのでエッセレを使います。ディベンターレ、これはなるという意味ですね。例えば大人になるや、通訳になるというふうに自分が変化する、その主語になる人が変化する、その変化を表す動詞になるのでエッセレを使います。そして生まれる、ナッシェレやモリーレ、死ぬという動詞、意味の動詞もエッセレを使います。そして次、移動を表す動詞、例えばアンダーレ、行く、トルナーレ、戻る、アリバーレ、到着する、エントラーレ、入る、どの動詞もその人が移動する、その人がどこかの場所に行くやどこかの場所から戻るっていうふうに移動を表す動詞になるので、この動詞の場合もエッセレを使います。そして次が、状態を表す動詞、例えばスターレ、いる、存在するという意味のいる、リマネーレ、いる、これは家にいるとかイタリアにいる、ホテルにいるとか、そういう意味の動詞と、そういう意味のいるという動詞、意味の動詞です。そして、レスターレ、残るという意味の動詞もこのエッセレを使う動詞になります。そして最後は少し難しいんですけど、
再起動詞、イタリア語で言うとベルビリフレッシーヴィと言います。この動詞の場合にもエッセレを使います。この動詞の使い方はまたちょっと難しいので、別の動画で説明して、この動詞についての説明はまた別の動画でしていきたいと思います。この動詞の例としてはアルツァルシ、起きる、やトゥルカルシ、化粧をするという動詞がこの再起動詞に含まれます。アルツァルシ、起きるという意味は、その動詞が主語になる人にかかる動詞という意味になります。そして化粧するという動詞も自分の顔に化粧する、その動詞、主語になる人にかかる動詞なので再起動詞になります。なのでこの 1,2,3,4 つ、この4種類の動詞の場合はエッセレを使います。変化を表す動詞、移動を表す動詞、状態を表す動詞、再起動詞、この4つが、この4つの動詞を使う場合にはエッセレを使います。そしてエッセレを使った場合のパサートプロシモにはもう一つポイントがあります。このエッセレを使った場合に気をつけること、それは主語が男性か女性か、そして単数か複数かによってこのエッセレの後に続く過去分詞の語尾が変わっていきます。男性単数ならお、女性単数ならあ、男性複数ならい、女性複数ならえに変わります。例文を見ながら説明していくと、マルコ・エ・ナト・ア・ローマ、マルコはローマで生まれました。マルコ、これは、イタリアの男の子の、よくある名前です。なのでこのマルコというのは男性複数になります。なのでマルコ・エ・トルナート・ア・ローマ、マルコ・エ・ナータ・ア・ローマになるとマルコが女の子になってしまうのでちょっと変な文章になってしまいます。次の文章はリザ・エ・トルナータ・ア・カザ・イエリセーラ、リザ、この名前も、イタリアでよく聞く女性の名前です。なのでこれですね、この過去分詞の語尾が女性単数の場合のアに変わります。リザ・エ・トルナータ・ア・カザ・イエリセーラ、この場合にもしリザ・エ・トルナート・ア・カザ・イエリセーラってというふうに言ってしまうとリザが男の子になってしまうので、これもちょっと変な文章になってしまいます。そして次の例題、シアモ・クレシューティ・インシエメ、私たちは一緒に育ちました。この、複数の場合のポイントが一つあって、その複数の中、その複数が男性女性混合の複数の場合はこのイかエかどちらかを使う、どちらを使うかというとこのイを使うことになります。男性のみの複数の場合もイ、男女混合の複数の場合もイを使います。この女性複数の場合のエは本当に純粋に女性のみの複数の場合にエを使います。この場合はこの文章だけではこの私たちが、女性のみの複数なのか男性のみの複数なのか男女混合の複数なのかわからないのでクレシューティになります。そして次が、マリア・エ・ソーニャ・ソノ・アリバーテ・クエスタ・マティナ、マリアとソーニャは今朝到着しました。この文章の場合はマリアとソーニャ2人とも女性で女性のみの複数ということがわかるのでここの、過去分詞の語尾がエに変わります。マリア・エ・ソーニャ・ソノ・アリバーテ・クエスタ・マティナ、エッセレの使い方を勉強したところでアベレについてさっと説明していきます。先ほども説明したように大体の動詞にはアベレを使います。なのでエッセレのルールとエッセレの使い方、エッセレを使った場合の過去分詞の変、変え方、過去分詞の語尾の変え方について勉強ついての勉強を先にしてから、それ以外はアベレというふうに覚えましょう。そしてアベレを使う場合のもうアベレを使うかエッセレを使うかの見分け方のもう一つのポイントがアベレプラス過去分詞
の後に続くものが何が何を誰に誰がに当たるものが来る場合はアウェーレになります。ちょっと分かりにくいので例文を使って説明していきます。オマンジャートラピッツァ。オマンジャート、私は食べた。何を？ラピッツァ、ピザを。ここですね、これがポイントです。なのでこのオマンジャートの後に何がに当たる、あ、何をに当たるピザをが来るので、この場合は動詞のアベレを使います。次の例文。オグワルダートウンフィルム、私は映画を見た。オグワルダート、私は見た。何を？映画を。ウンフィルム、なのでこの場合にもアベレを使います。オグワルダートウンフィルム、私は見た。オグワルダート、何を？映画を。ウンフィルム。そして次、アビアモインコントラートイアミキ、私たちは友達に会った。アビアモインコントラート、私たちは会った。誰に？友達に。この友達にが、過去文詞の後に来るので、この場合も動詞のアベレを使います。そして続いて否定文の作り方、ここは簡単です。まず昨日の夜勉強しませんで、私は昨日の夜勉強しませんでしたという文章を作りたいときは non を studiat ieri sera、 この non 否定にあたるこの non が文章の頭にきます。を non studiat ieri sera とは言いません。そして次、彼は昨日家に帰ってこなかった。この否定の文 non が頭にきます。non è tornato a casa、 è non tornato a casa とは言いません。そして最後、昨日仕事に行きましたか？いいえ、行きませんでした。あれは行きませんでしたですね、働きませんでしたではなくて行きませんでしたですね。イタリア語で言うと sei andato a lavorare? no、 non sono andato、 ここがポイント、否定文の文章になります。 no、 non、 これが否定文の、単語になります。ここが文章の頭に来てそのアンダート。No、 そのノンアンダートとは言いません。この否定の文、否定の単語ノンやノーが頭に来てその後に文章が続くと覚えておいてください。今回もちょっと動画が長くなりそうなのでここでおしまいにして、次回の動画で、練習問題をしていきたいと思います。